おはようございます。今日は1週間7日目になります。こんな感じです。ちょっと薄い、かさぶたがまだちょっとついてる感じですね。でこっちかさぶた剥がれてんけど、やっぱりもう一回やらなあかんかなって感じだね。はい、ちょっと様子見ます。はい、で全然関係ない話なんですけどね、なんか昔からお母さんと一緒におったらね、めっちゃ喧嘩になるんですよ。で、なんかすごいきつい言い方してしまったりするんですけど、で、昔出張で仕事行った時に、その出張先のそのお客さん、女性が同い年で、で自分のお母さんに対してすごい優しくね、喋ってたんですよ。で、どうやってなんかそんな優しく喋れるのみたいな感じで聞いたことあるぐらい、なんかめちゃめちゃね、なんかパンパンパンって言ってしまうんですよ。なんか人一倍長い反抗期があったからかもしれへんけど、なんかみんなどうしてんねやろって思って、で最近もなんかきつく言ってしまったりするんですよ。ほんまにみんなどうしてんねやろと思って教えてほしいぐらいです。はい、あとなんか同じ話やっぱり年いったりするじゃないですか。なんか同じことね、もう3回目やでとか言ってしまったりするんですよ。ほんまは聞いてあげなあかんねんけど、でも旦那さん のお母さんとはなんか何やろ、結婚してすぐ行った時にずっと同じ話するんやけど、うんうんってなんか旦那さんのお母さんはうんうんって聞いてあげれたんですよ。で毎回行く時同じ話するからね、何回だよ、5回目ぐらいでなんかすっごい同じ話またしてたから、なんかもしかして試してるって思ったんですよ。なんかそれで私が怒るかどうかをねでもそんなんちゃうかってんけど、なんか行くたびにもう88やからねとか言って、もう5年経っても88やから、え何歳なお母さんってなって、で旦那さんに聞いたらもう90超えてんでってなってそうなんやと思ってはい、そんな感じですね。またなんか何やろ、自分のお母さんと喧嘩しないコツがあったら教えてください。はい、また撮ります。